解けるよう手を回していた。だからその痕跡が見つからなかったんだよね。大審判官、説明ありがとう。過去の状況から見るに、今の推論は最も可能性が高いものだと言えるでしょうね。でも原始大海の水が人を溶かすと知った今なら、状況は大きく変わってくる。証言によると、当日の彼は確かにパパを、カーレスを殺そうと考えてた。ただ彼は結局そうしなかった。逆にカーレスに全てを打ち明けて助けてもらおうとしたの。当然黒幕側もこうなることをとっくに予想してた。だからもう一人の刺客を送ることにしたんだと思う。その人物はまず銃でジャックを殺害し、次にカーレスを殺そうとした。でも逆、やっぱ事件現場には服がいくつか残されていたの。それはジャックが変装して人目を避けるためのものだと警察隊員は以前そう認識していた。けど今にしてみると、あれこそ現場に第三者が存在していた証。犯行時に人が溶けたことを意味する証拠だと思うの。そしてさらに、あの日は雨が降っていた。つまり溶けた人の痕跡を隠蔽するのも容易だったというわけ。容疑者はさぞほくそ笑んでたでしょうね。そして黒幕はその三人目を水で溶かし、ついでに濡れ衣をカーレスにかぶせたってわけ。これこそがあの事件の真相よ。そういうことだったんだ。つまり原始大海の水っていう危険なものがもう何年も前から使われてたってこと？実に理にかなっているな。これでカーレスさんとジャックさんの動機にも説明がつく。そもそも互いに手を出していなかったと。被告人、今は原告側の主張に対する反論のみを発言していただきたい。いや、私はただナビアの言うことはもっともだなと感心してな。しかしさっきの彼女の話には私を直接指す内容はなかった。では僕から質問していいかな。僕が思うに問題点は主に2つ。1つ、君のその推理だけど、それを証明する証拠はあるのかい？申し訳ありません、証拠はまだないんです。証拠もなしにペラペラと喋ってたの？今はまだないけど、証拠を見つける方法はあります。あの日現場に残されていた服をちゃんと調べて身元を洗えばきっと。それに当日行方不明になったものの記録を調べれば何かしらの収穫を望めるはずです。あの時すでに少女失踪事件は起きていました。警察隊も失踪者が少女かどうかに関わらず手を抜くことなく調査に当たっていたと思います。なるほど、僕もそれには同意する。ヌビレット、この線で調査したら何かわかるかもしれない。なんだか今日のフリーナ様、いつもと様子が違わない？また恥をかいてしまわないかと内心怯えていらっしゃるのでしょう。もしくは先日危うく他人に濡れ衣を着せてしまいそうになったので、より慎重かつ真面目になっているのかもしれません。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？
もし真相が本当に君の推理通りのものだとすれば、カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、少なくとも審判の際に抗う余地はできたんじゃないかな。その点については私も考えたことがあります。でも答えは簡単。そうしたくなかったからです。連続少女失踪事件の犯人にとって、確かに原始大海の水が持つ力はとても重要な秘密でした。パパは、カーレスは、それを暴露することも隠すことも選択できたのは事実です。けどあの時、スピナディロースらは情勢が不安定で、カーレスの人望も地に落ちてる状況でした。そんなタイミングでこれほど重要な手がかりを公にしても、犯人を引っ張り出せるとは限りません。私を守ることは絶対に無理だってパパは分かってたんです。当時お嬢様が少女失踪事件のターゲットとして選ばれてしまったと、そうボスからお聞きしております。なんだって？原始大海の水の秘密を公にすれば、数年前から犯人とスピナディロースらの間で激しい争いが勃発していたはずです。そうなってしまえば、私だけでなく組織のみんなも危険にさらされてしまいます。けど仮にそんな状況になったとしても、警察隊は事件の真相を明らかにできたでしょうね。そしてきっとスピナディロースらは無実だと公正な判決を下してくれてたと思う。でもその公正に何の意味があるんです？誰を守れるというの？その公正さに、この歌劇場に少しでも正義を期待できるのなら、パパはそもそもスピナディロースらを立ち上げるなんてことはしなかったはず。けどその秘密を隠すことを選べば、互いに弱みを握ったまま睨み合いの状態を維持できます。私がスピナディロースらのトップになれば、連中はますます私を消すことが難しくなる。より時間を稼げるようになります。そして全ての真相を明らかにし、準備を整えるんです。この歌劇場ではなく、この私が真実と名誉をパパに返すの。つまりカーレスはわざと死を選んだと君は主張するんだね。そうです。証拠は？もちろんあります。他でもない、パパの決闘相手だったクロリンデです。あんたの謝罪も、あんたの自責も、あんたの世話も私には必要ない。私に負い目を感じる必要もない。でもパパに頼まれたんでしょ？だったらあんたはその期待を裏切るべきじゃない。ふむ。では決闘の時、カーレスが死を望んでいるように感じたかい？はい、感じました。決闘代理人として私は数えきれないほどの戦いを経験してきました。不名誉な者の命もこの手で数えきれないほど処してきています。様々な人の生命への渇望もこの目にしてきました。燃えたぎる者、揺るぎない者、狂気じみた者、歪んでいる者、それゆえ私には一目でわかるのです。生を求める人と死を求める人の違いが、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。カーレスさんは生きようとする意志を持っていなかったと。ならば僕から他に質問はない。どうやら過去のあの事件は本当に再調査する価値があるようだ。私も同感だ。だがナビアさん、この事件と君が告発する者の関係性を我々はまだ聞いていない。確かにそうだな。さっきの推理は見事だったけど。あれ、少女失踪事件の話じゃなかったっけ？もちろんあるよ。この二つの事件の関係性はタイミングにあるの。当時この事件で黒幕はジャックとカーレスの両方に死んでもらう必要があった。だから銃声を2回聞いてから手を出してる。そしてリネのあの審判の最後でも
黒幕は身分が露呈しかけた時になって警察隊員をみんなの前で溶かした。つまりタイミングが良すぎるのよ。あれほど完璧なタイミングで犯行に及ぶなんて、現場に本人がいない限りできることじゃない。3年前のパーティーも、この間のリネに対する審判も、2回とも現場にいた人物こそがそこのマーセルってわけ。なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか。ふぅ、それを聞くと少々冗談が過ぎるように感じるな。だがもう慣れたよ。ナビア、君は小さい頃から衝動的になりやすかった。それに感情に振り回されやすい。まあそれもまた君の可愛いところではあるがな。今さら昔の話で動揺を誘おうとて無駄だ。先ほどの推理について上げ足を取るつもりはないんだが、それが真実であれば2回とも現場にいたのは私だけじゃないはずだ。それにだ、現場にいなかったものであってもタイミングを測る方法はあったかもしれない。例えば遠隔による監視手段がないとも言い切れないだろう。それは確かにそうだな。これには反論できないだろう。もしかしたら今君はこう思ってるんじゃないか。もう少し調査をして容疑者の範囲を狭められれば、私も反論の余地がなくなるんじゃないかと。一番可愛がっていた子に父親の殺人犯として告発されてしまうとはな。誰だって失望せずにはいられないと思わないか。だが真剣に相手をしなければ君を軽く見たと思われるかもしれん。仕方あるまい。ここは授業をするつもりで君に教えてあげよう。さて、先ほどの推理の中で最も重大なミスがどこにあるか君はわかるかい？どこは商売をするものであり、当然そこに少女を失踪させる動機なんてものはない。この件は利益をもたらさない上にリスクも高いのだよ。私は若い頃、故郷であるスネージナヤを出てポワ村町に小さな商売をしにやってきた。その後カーレスさんの支援のおかげでようやく軌道に乗ることができたんだ。しかし私がフォンテーヌを訪れる以前から少女失踪事件はすでに発生していただろう。申し訳ありません、お嬢様、私の調査に穴があったようです。いや、あんたのせいじゃない。これもきっと彼が事前に用意してた言い訳のはず。さあ、まだ何か言いたいことはあるかな。そうだ、営業申請の日付と最初に少女失踪事件が起きた日付を見比べてみるか。それでも足りないというのなら私の入国記録を調べてもいい。もしくは私の故郷スネージナヤに行って私がいつ離れたのかを親族や友人に聞いてみるのもいいだろう。それだけ調べれば君の心にある行き場のない悲しみも少しは和らげることができるんじゃないか。無実みたいね。となると今度はナビアが布告罪に問われることになるわ。カーレスさんが当時考えていたことについて君の推理は非常に行き届いていると私は思う。だがこうして君が今やっていることこそ彼の期待を裏切っているのではないのだろうか。君がもっと理性を持って冷静に対局を見れるようになることを彼は期待していたはずだ。だというのに今の君はただの独りよがりでしかない。そんなこと彼は望んじゃいないだろう。
衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになってようやく君は父親の期待に応えられる。そう思わないか？これは元から私一人だけのことじゃない。とっくの昔からそうだった。この事件に巻き込まれてしまった数多くの被害者と私の間に大きな違いがあるとしたら、それは私には真相を求める力があって、今の彼らにはもうないってこと。ロシのせいで家族を失った人、死んでしまった人、連続少女失踪事件で最も愛する者と別れた人、正義感ゆえに粛清された人、私の頭の中にはいろんな人の名前が思い浮かんでくる。ここに座ってるみんなも誰かしらの名前が浮かんできたでしょ。そしてマーセル、今あんたの頭の中にある名前はバシェね。ふーん、やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり知らない名前を言われたものだから少しびっくりしただけだ。待ってたよ、その言葉。